どうも、フィッシャーシルクです。どうです。今さ、元木心霊スポットの動画です。はい、いや、なんか日中であんの明るいね、まあ、詳細は今回、まさいくんが調べたんで。はい、私情報でございます。全然でもまだ明るいね。明るい。ここは兵庫県の西宮市なんですけど、はい、日の池公園っていう公園になります。日の池公園、はい、事故があったらしくて、少年がね、亡くなっちゃったらしいんです、で、その少年の遺体がここにあったんだけど、なぜか手だけない。手だけない。事故らしいけどね。この公園、夕暮れになると手が現れるらしい。夕暮れの心霊スポットなんだ。そう、特殊でしょ。夏の夕暮れじゃないと起きない心霊スポット。あ、季節も夏なんだ。そう、本当に今だね。すごい限定的な心霊スポットだね。ね、てっちゃんって言われてるんだって。てっちゃん。手だけの霊でてっちゃん。手だけ現れる。男の子がーとかじゃなくて手が現れるんだ。男の子はもう埋葬されてしっかり成仏されてるんだよ。手だけがまだ成仏してないから手だけの幽霊が出るってことだね。そうなの。へ、はい、そんなことある。で、その手が置いていかれたわけ。迷子になってる状態なの。まあそうね。怖いのが、もちろんその手は今も発見されてない。まあそうか。別の胴体を探してんのかもしれない。てっちゃんを探しに行きましょう。はい。日の池公園。全然明るいからまだ怖さはないんだけどね。ここが日の池公園の、まあ池なんだろうね。日中とかだったら普通に散歩コースみたいな感じかな、うん、この魚たちめっちゃついてくる。まあ、ほら、ね、はい、まあ天気はこんな感じです。まあ晴れてますね。この公園にプールがあった、うん、で、そのプールに泳ぎに来るために家族でこう道路走ってたんだって、うん、そしたらそこで交通事故を起こした。公園でじゃねえんだ、公園に来る目的でなんだ、うん、ここじゃない。そのてっちゃんはプール泳ぎたくてこの公園に来たかったんだけど、そこで亡くなってしまって、うん、手だけが行方不明。プールで遊びたい気持ちがあるまんま亡くなったからここにいると。まあ地獄霊だな。下が危ない。携帯携帯携帯。あ、財布だ。何してんの、てっちゃん。ねえ、あのさ、何もないところで急にこけんのやめて。引きずり込まれるかもしれない。あ、そうだっていう話はあったね。池って、うん、そういうところあるから気をつけた方がいい。うん、まあっていう都市伝説もあったね、一応、うん、チラッとネット見たのよ。池の周りで走ってる人とか歩いてる人を引きずり込むっていうのは本当にあった。てっちゃんはプールで遊んでる、まあ泳いでると更衣室があって、その更衣室から手だけがおいでおいでしてくるらしい。更衣室から手が。プールで俺らが遊んでたり誰かが遊んでると更衣室においでってされるの。そう、その更衣室に行くとてっちゃんはいない。次に更衣室出ると木陰からてっちゃんがおいでおいでしてくるらしい。だんだんとこう先導されていくような形で、そう、連れてかれるんだよね。次に呼ばれるのはトイレ。トイレからおいでおいでされて、そのトイレに入るとドアがパーン開いて無数の手が襲いかかってるくるらしい。手が見えなかったとしてもそのコースは回ろうか。兵庫県時代の心霊スポットってトンネルとかもあるんだけど、意外とあんのが廃墟、池もあって、池になると基本的には引きずり込まれるってのが多い。フィッシャーズ自体が心霊スポット夜の撮影多いんだけど、心霊スポット意外と関係ないから。うん、時間帯とかね。そう、昼夜関係ないのよ。どうかは分からんけど一回こけたからさ、でもあれがもしかしたらの可能性もなくはないから、まあ、すごい綺麗な夕暮れなんだよね今。夕暮れ時っていうのは、うん、結構妖怪とか、そうね、だから霊がね出るっていう、まあ、うん、なんか死眼と彼岸のなんか境界が曖昧になるとは言われてる、ね、そうだね。子供の帰り道とかってよくあるもんね、うん、話で。いや綺麗だなにしても。いや、いい公園だね。うん、まだね全然人はいます。この先にプールがあります。うん、ちょっとだけ日が落ちてきたね。明るさはまだあるんだけど、うん、それでもちょっとさっきよりかちょっと暗くなったのが分かると思う。そうね、うん、雰囲気がちょっと出てきたね。この橋があるんだけど、これの左側の、あ、これか。え、すげえ立派じゃね。なんか全然普段使ってる感じ。綺麗じゃん、普通のプールじゃん ね、うん、水の遊び場みたいなさ、なんかジャブジャブ池みたいなのあるけど、こんなにしっかりとしたのはないな。うん、うん、立ち入り禁止、敷地内に無断で入らないでください。不審者は発見して警察に通報します。夕暮れの時間になると入れなくなるんだ、そもそも。いやでも入れないからこそなんかてっちゃん出してきそうじゃない。こっからでもプールは見えてるわけだから、うん、招かれてる人はこっからでも見える可能性あるよね。そうだね、プールがこうやってあるわけなんですが、まず更衣室探せばいいんだもんね。じゃあちょっとプールの入り口探してみよう。はい、うん、あそこ以外のね。心霊スポットでプールって初めてじゃね。ねえ、初めて、意外とね。学校の階段とかでよく聞いたりするけど、そうそうそう、七不思議的なね、ことあるけど、まあ中には入ってないんですけど、プール見えます。入らずに見えるのはこのぐらいなんだけど、外から見てこんな感じだけど更衣室なくね。
更衣室とトイレでしょ。あと木陰か。さっきの入り口がまあ多分あっちなんだけど、逆側だね今。うわ若干暗くなってきたね。これ近くに体育館あるっぽいよ。これ体育館、これか、うん、なんかここで券売機買ってプール入れそうな感じかもね。なんかスポーツセンターみたいな感じのね。あれか。はい、なんかプールの入り口見つけました。貸しロッカー料100円。まあなんか条件いろいろあったからさ、試しにちょっと公園のトイレとか行ってみる、うん、ああそうだね、入ってみるか、うん、はい、すっかりね、ちょっと夕日はなくなり暗くなっちゃったんだけど。いや暗いね。うん、まあ来てから来ると雰囲気違えよ。施設内に入れないとなったらもう公園のトイレ行くしかないもんな、うん、はい、公園のトイレです。もう一度てっちゃんの条件を説明すると、うん、プールで遊ぶ、招かれて更衣室に行く、木陰に招かれて、で最後トイレ、全てのドアがバーンって開いて、うん、無数の手が襲いかかってる、まあ、だから招かれて最終的に行き着くとこがトイレなわけじゃん、うん、最初からトイレ行こうって話っていう話だよね、うん、じゃあこちらが池の前のトイレです、うん、トイレここで、あそこに池あるんだよね。で男子便がこっち行こう。トイレのドアはもう開いてるね。今男子トイレにいるんだけど、ちょっと1個気になったとこがある。眠れない、辛い、もう疲れたと、これ多分命を絶とうとしてる人に向けての悩み相談のさ、やつじゃん。いろいろ考えちゃうよね。自殺防止の多分なんか相談のダイヤルみたいなのあったね。それがすごい真新しく貼ってあったのがちょっと怖かった。あー、うん、最近何かあったかも。あったんじゃないのかな。さっきとちょっとなんかやっぱ違うわ、景色が。うん、なんか飲んだのさっきでよかったな。うん、さっきとなんかちょっと景色が違うね、やっぱりこうなると暗いね。暗いね。結構足元も見えなくなってきたよ。このプールができる前の話なんだけど、ああ子供が一人行方不明になったって。え、じゃあまだブルーギル追いかけてるから。もういいよブルーギル。動画見てくれてありがとう。ツインダイヤセカンダリをぜひフォローしてみてね。いろんな活動をしてするぜ。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー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 。あれ？あ